はい、ではおまけでガシャを、ワイポイントガシャを2回2回引いてみます。お願いします。こいこいこいだ。チョコバナー持ってない。おい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 、はい、では次、え、負けた。いや負けてないと思う。うわよかったね。うん、2回で出た。カール君のガシャでなんとなんと電話が出た。よかったですね。はい、それではさっきエンマをゲットしましたんで、はい、エンマをゲットしました。簡単にエンマ見てみましょう。はい、エンマの青エンマだな。今レベル2にしたのでね。はい、サトフネスを使ったんで技レベル2にしてます。あれですね、30年後も青エンマだな。なんか服がかっこいいし、なんかえ、なんか金庫が持ってますね。今ゲットできてよかったね。妖怪と人間との交流に前向き。どのぐらい強くなるんでしょうね。はい、ちなみにね、 SS2 体目ですね。2体目、よかった。あんまりゲットしてない。よかったね。なんとね、まあでもニャーミネーター持ってたり、まあまあ使って、まあ、2枚、まだ2枚でちょっと良かったですね、こんな。あ、ね、あ、まあ、エンマがなんか光を照らす、あ、まあ、で、出す、あ、待ってなんですね。ということで、無事、セカンドアカウント、エンマゲットでした。おー、エンマだわ。はい、サブアカウントで2つ目のアカウントで30年後のエンマを見ましょうので、3つ目のアカウントが、うん、まあ1200円ある、1200ポイントあるので、なんか今エンマ出やすいかもね。もう1回3個目のアカウントでやってみます。はい、ではゴー。尻が緑。尻が緑って死神なんだよね。だから前のアカウントでジャオ変えられる。ラスト。何が出る？ありゃ。コラボする。シェシェシェ。人にご馳走してもらっちゃうからね。マジか、払わせる。誰かに払う妖怪か。そう、まあ3つ目のアカウントはこんな感じでした。はい、エンマよかったね。